初代サバンナ RX7 SA22C を作りました。ロータリーエンジンも作りました。3D モデルの作成にはブレンダーを使いました。最初後期型の資料を参考にしていましたが、リアは前期型にしました。エンジンを24分の1でもプリントしてみました。ブレンダーで流体シミュレーションをやってみました。パーティクルの初速度は時速 100km です。ビルドプレートに載せられるだけ載せました。3D プリンターはエニーキュービックフォトンものです。レジンはワンハオの水洗いレジンです。右のフェンダーミラーが折れてしまいました。修復は諦めました。窓をマスキングしました。塗料を調色しました。メタリックグリーンプラス銀プラス黄色です。バンパーをマスキングしました。バンパーを塗装しました。エアクリーナーを塗装しました。下地の銀と水色です。ヘッドライトの塗装にカット済みのマスキングテープを使いました。ペンタイプの塗料を使ってみました。今回はクリアオレンジも塗装しました。
ピンボケでした。残念。クリアレッドも塗りました。エンジンルームは軽くドライブラシしました。プリントの動画はありませんが、エンジンを24分の1でプリントして塗装しました。定番のディテールアップであるプラグコードを取り付けました。ベルトを黒に塗りました。奥の方は塗りづらい。デスビを赤で塗りました。チタンゴールドを塗りました。墨入れしました。ナンバープレートの自作デカールを貼りました。直径1ミリメートルの真鍮線を切りました。今回は瞬間接着剤を使いました。マフラーを筆塗りしました。完成しました。オフロードの足回りをつけてみました。旧車はボンネットの後ろが開くことが多いようです。24分の1のエンジンもプリントしてみました。64分の1のエンジンもプリントしてみました。歴代の RX7 です。
こちらも歴代の RX7 オフロード仕様です。ご視聴ありがとうございました。